こんにちは、ゆきららです。今日はね、生地の整理をしてたら、初期の頃と言っても1年ぐらい前かなに仕入れた生地がね、残りがたくさんあったから、これを使って何か作ろうと思ってたんですけれども、前から作りたかったヘキサゴン、この六角形とペンタゴン、五角形とこんな形とこんな台形、この4種類の型紙を使って作る、なんかコローンとしたいい感じのバッグになるんですけれども、モダのウィリアム・モリスの生地とか、まあその他は全部モダの生地、これでね作っていこうかな思います。はい、ではこのヘキサゴンの一番大きな型紙が A、 これがね15枚必要になります。でこんな感じで配置するんですけれども、中心に B のこの型紙、これペンタゴンが切って、その周りをずっと五角形だから 1,2,3,4,5、 ここの辺の長さは 5.5 センチの五角形と同じく 5.5 センチのヘキサゴン六角形をここつなぎます。これが 1,2,3,4,5 で、こんな風にしてつないでいく感じです。では A の型紙が15枚と、この B の型紙が9枚必要になります。それと端々に必要になるのがこの C の型紙、これが2枚と D の型紙、これが2枚必要です。 C はねここ2枚ですね。で D はね 1,2 とこんな感じで、はい、こんな感じで切れました。この A の型紙、これが15枚で、 B の型紙これ9枚、D の型紙これが2枚、この C の型紙これが2枚、多分切れたと思います。はい、ではキルト芯をこの大きさで切りました。縫い代なしで同じ大きさです。 A が15枚、 B が9枚、 C が2枚、 D も2枚、こんな感じで切ってます。接着キルト芯なのできっちりと当てて接着していきます。はい、では裏に全部キルト芯を接着しました。そしたら裏地ですね、ではこのサイズよりも大きめの裏地、裏地は多角形に切らなくて大丈夫です。切るのめんどくさいのでね、こんな感じで少し大きめに切った感じで大丈夫です。こんな感じで上にかぶさる感じ、この表とこの裏地を中表に合わせて、このキルト芯のここギリギリを縫いたいなと思います。その場合ね、1箇所返し口を開けておきます。ここ1箇所返し口が開いてます。周囲を切っていきます。角を落とします。では返し口から返していきます。では返し口を中に折り込んで、返し口をアイロンで押さえて整えておきます。はい、こんな風にしてつながってます。これ返し口を閉じました。面白いでしょう、ハタみたいにして全部つながってます。ではこれ切り離していきます。ではこの図の通りに並べていきたいなと思います。ではややこしくならないように、この型紙通りに番号を振っていきます。ではこの番号通りにここの間をつないでいきます。ハンドでする場合はコの字型に閉じてもいいし、巻きかがりでもいいし、ミシンの場合はジグザグミシンがある方はジグザグミシンで、私はないのでフリーモーションで留めていこうかなと思います。
こんな感じでつなぎました。そしたらね、この間ここを同じようにつないでいこうかなと思います。はい、途中経過です。すごい面白い。サッカーボールみたいになってきました。こんな感じでね、半分やったんですけど、この間をつなぐと、こういう風にして曲線になってきてます。わかりますか？面白いな。で、くる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 と、この間をね、フリーモーションでくるくるしてますけども、これ絶対ジグザグミシンやった方が楽だなと思います。ギューッとこう押さえながらくる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 とフリーモーションしていきます。はい、こんな感じでコローンと可愛くできました。ここは蓋があったらもう本当にサッカーボールみたいな形です。すごい面白かった。でもね、これ手でつなぐのはかなり大変だと思います。ミシンでつないでも結構ね時間かかったので、まあ、ジグザグミシンでこうされるかね、する方がいいかなと思います。もうね、一気に内布もついてるからこのまま完成なんですけれども、ちょっと取ってねつけたいなと思って、まあ上手に配置したつもりがここね重なってます。重ならないように隣り合わせになるところを考えてつながないといけない感じです。でもこんな感じでね、ここねちょっとこういう風な感じで閉じた方がいいと思うんですが、内袋を作ってで最後仕上げようかなと思うんですけれども、先にねこんな取ってここにつけて仕上げちゃおうかなと思ってます。ちょっと結構時間かかって疲れちゃった。まあ未完成に近いですけども、ここにねこういうボタンをつけるとか、キュッと巾着袋を、ね、中に入れるとかしてね仕上げたいと思うんですけども、なんかすごい力尽きちゃった感じなんで、コーヒーのこの取っ手があるからここにつけて仕上げていきたいなと思います。はい、こんな感じで完成です。最後はねこの取っ手、職業用ミシンの威力を借りてミシンで縫っちゃいました。ちょっと体力が消耗しないうちに仕上げちゃいたいなと思ったので完成にします。うん、コロンとしてすごい可愛いんですよね。このままでは防犯上心配だという方は、まあ、ここにこうつけたり、こういう風にして渡してタブをつけたり、中に巾着袋を入れたら防犯上ね心配ないかなと思います。面白いバッグの形だなと思って作ってみました。いかがでしょうか。サッカーボール半分切ったような形です。最後までご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。